おはようございます。こんにちは。こんばんは。まさじちゃまチャンネルの、まさです。今回お話しする話はですね、これまた昔の話になってしまうんですが、私がまだ、17歳ぐらいの時のお話なんですが、その時にですね、まあ、世間は、まあ、ヤンキーだらけの時代でして、かなりね、ちょっと、止まってしまいまして、まあ、パンチパーマのバシッと決まっている、睨みつけられたらもう、体が凍りついて動かなくなってしまうような、気合の入った先輩だったんですけど、その先輩にですね、半強制的に、同じ食堂でバイトをしろってことで、やらされたんですけど、そんな頭じゃダメだからって、パンチパーマをすぐにかけてこいって言われて、慌ててね、ビビりながら床屋に行って、ロッドで、パンチパーマをかけて、来たわけです。そしたらね、先輩がそれを見てね、そんな頭じゃダメだっつって、アイロンパーマでやってこいって言われまして、まあ仕方なくまた床屋に行って、まあアイパーみたいな感じのパンチパーマをかけて、まあやっとお許しが出て、一緒に働いていたわけですが、それでですね、その食堂がまあ不衛生で、小麦粉の中にまあゴキブリが泳いでいたり、猫ぐらいのネズミがいて、熱湯をぶっかけられて頭がはげている、まあネズミでなんか、一緒に働いた稲さんっていうおじさんのあだ名がつけられていて、その人もまあハゲてるので、まあ稲子なんつってね、ネズミに名前をつけていたりしていた、まあはちゃめちゃな店だったんですけど、まあ先輩と私2人で、厨房からお客さんを眺めていたところ、中森明菜風の美人なお客さんが入ってきたわけですよ。そしたらですね、その先輩がですね、何をやらかすかと思ったらですね、まあ、お前ちょっと見てろって言うんですよ。で、何をやんのかなと思ったらですね、その美人なお客さんがですね、まあ、ラーメンを頼んできたんですが、先輩がラーメンを、まあ、作ってるわけですよ。で、私まだ作れないんで、横で見習いみたいな感じで見ていたら、スープの中にですね、自分の唾を一滴垂らして、お、できたから、お前ちょっとこれ、お姉さんとこ持ってけっていう話になりまして、本当にこれ大丈夫かなって思ったんですけどね、もう怖いんで仕方なくもう言われるがままに、持って行ったんですよ。で、まあ当然お姉さんはそんなことをされてるって知らずに、まあ美味しそうに食べてるわけですよ。で、そのせい、怖い先輩がね、まあ厨房の方からニヤニヤしながら、まあ眺めているわけですよ。まあ今思うとちょっと恐ろしい時代でしたね、あの頃は。そんなことが行われていたっていう、まあ事実、まあそういう時代だったんですよね。まあ当然、まあちょっと
恐ろしい先輩だったんで、ちょっと歯向かうことができなかったんですが、まあ今そんなことしたらもう本当やばいですよね。まあ今回の、お話はこれで終了したいと思いますが、まあ食べ物屋さんっていうのもね、適当なちょっと怪しいような店に行った時は気をつけた方がいいと思います。まあ今回は、そういう話で終了したいと思います。また次回もなんか面白い話が、ありましたらアップしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは、また次回をお楽しみに。